ラウンジ富士の裏花。お疲れ様です。今日はなんか、怒ってたんだよね。そうです、はい。なんでかなって メールでねメールでやり取りしてたらね、はい、なんか今日怒ってるぞって何があったんだ。こう積み重ねじゃないですか多分。日頃の。なるほどね。それであのこんな紙書いちゃったんだ。言っちゃいそうだから。誰でも今日の話はでも何でもいいんじゃないの、言えたり気にしないで。でも伏線貼っとこう。今日はねなんか悪口にしようよってね。そうなんです、言ってたんだよね。なかなか溜まっちゃってすいません。まず頭に来たのは何？なんかほら免許がどうとのことだっつって。免許？うん。あ、そうそうなんですよ。それ親戚？ですね。うん。なんかあの運転下手上手ってあるじゃないですか。うん、あるね。うん、やっぱあるね。うん、でちょっとこう、うちのね、うん、身内なんだけど、うん、あの彼氏が運転が下手だと、うん、で、うん、もう運転下手な時点で嫌じゃないですか。あ、嫌だね。どうです、あの彼氏が運転下手。嫌だでしょ。それ嫌だよ。で、うん、もうそれ聞いただけで、おばちゃんは、あ、もうそれ別れるべきだね。って言っちゃったんだ。そう。まだあれなんじゃないの、若いってことじゃないの。そう。免許取ったばっかりとか。そうなんだ。まあ、うちのメインの話なんだけど、それ。うん、そうなんだけど。その彼氏、免許取ったばっかりとかじゃなくて？どうですかね。でも、メイクさん、何歳？まだ大学生。あ、じゃあそうなんじゃないの、免許取って。本人はもうスイスイどこでももうナビ見ながら行け。あ、で彼氏が、本人はできるんだけど、うん、彼氏が、はい、あ、それは嫌だね。で、あのうち、うん、女の兄弟しかいなくて、うん、まずできない男はダメだと。厳しいんだ。厳しい。結構女同士ってここ言い合うっていうか。あとさ、競争もあるよね。私の彼氏がさ、うん、って、あの、なんて自慢の試合じゃないけど、うん、まあ女子トークでね。そうね、うん、あるあるある。でもいい彼なんですよ、あの、うん、もう運転しなくていいから僕が運転するから、うん、みたいな。だけどよくよく聞いたらその運転にイライラしてる。あ、なぜなら下手くそだから。でも言えないんでしょ。なんか手、うん、彼氏が一生懸命な手前。そう、本人には言えなくて、うん、後でイライラして言うんだ。そうです。どうなんだろうね。私はもうちょっとあかんって、うん、もう別れちゃうみたい。ほらすぐ別れちゃうからさ。怖いから。聞いたらあの駐車スペースで、うん、はいはい、あのだいたい運転席ぶつけたら下手でしょ。ああ。でもなんか思いません。運転席ぶつけたら下手くそでしょ。でもそうだよね。今駐車得意な得意だからさ、大得意だから、うん、分かんないんだよ、できないっていうのがさ。そう、うん、そうなんですよ。よくさこうやってあれあれってやってするでしょ、うん、こう右に2回とか左に2回って、うん、そういう問題じゃないと思うけどって。でしかも今の車って、うん、バックモニターとかついてあついてるからね。てるからすごい恵まれてると、うん、そうだよね、思うのに、うん、なんでぶつけるのとか思って、うんうん、もうその時点でその男はダメだ。不器用な子なんじゃないの。どうする。でもあっちのテクニックがすごかったな。どっちのテクニックがすごいかわかんないけど、まず嫌じゃないですか、運転下手な男。まあね、そこは私がやるからってね、言えればいいんだけどね。なんか、うん、教えなきゃって言ってたけど、うん、教えるより上手い人と付き合えば。あ、上手い人でもさ性格が悪かったら嫌じゃない。まあそうです ね、 ね、そこは、うんうん、ほらね、ホストみたいなさ
そう、人に引っかかっちゃったらさ、うんうんうん、だから教えればいいんじゃない、教育なんか無駄なような状況なんそんなに好きみたいな、うん、教えるほど好き、ああそういうことね、うん、だってまだ若いし、ね、うん、いっぱいいるもんね、うん、苦労することないんじゃないって思って、うん、好き度によるね、そう、うん、そしたらなんか最近イライラしてたんじゃないですか、うん、やっぱりだからなんで付き合ってるのかわからないって言い始めて、それはさ、うん、あんまりその好きじゃないのかも、だから若気の至りって、ね、そうだね、うん、いうやつなのかなと思って、うん、まず運転の下手な男とはすごいよっぽど嫌なんだよね、じゃあ嫌じゃないですかねって、うん、当たったことないですか、あの、あれ、あの、あ、ママはさ彼氏じゃない、彼氏はみんなあの運転回しばかり、ね、上手な人がタクシーでねすごいブレーキ踏んで気持ち悪くなるの、わかります、言ったことある、私運転手さんに言っちゃった思わず、いやちょっと気持ち悪いからって、うん、そんなにブレーキ踏まないでもって、わかりますそれ、踏んでます、うん、なんて言われちゃってさ、踏んでだよだってこんななってんだよこうやって、私同伴の時ありますお客さんが乗ってて、いやで2人で無言でこう目合わせてどうするみたいになって、うん、あ1回降りて、うん、違うタクシーに乗ろう、あーそうなんだ私我慢したよ、なんかほんと気持ち悪くなるの分かります、うん、ほんと気持ち悪くなるよね、ほ、うんと、うん、におえってなってなりますよねマジで、うん、でもほんとあのいや下手くそなね運転の人いるよタクシーでも、いますよね、昔は違うよ、昔はさみんな上手な人ばっかりだった、そうですよ、うん、最近はほんと人手不足多分もうそうだと思う絶対運転席くまもさんありがとうございます、ぶつけるって、くまもさんありがとうございます、運転席ぶつけるってそうだよね、架空の話です、はい架空の話髪短く、うん、髪短く変わってないんだけど、多分こうかけてるから、ああ短く見えるのかな、うん、まだ切ってないですね、はい、そうだそうだ、そう、具合悪くなる、ブレーキですよねやっぱり、ブレーキだね、うん、うん、あれはもうなんとも言えないね、でも本人は気づいてないのよ、 そうなんですよ、うん、昔はねそういうの人いなかった、タクシーの運転手上手でしたよね、うん、皆さんね、だから私が呼ぶ人はみんな上手、うん、あの金額も違うよ上手い人と下手な人だ、あ、わかります、これびっくりだよ、うん、1000円ぐらい違うんだよ、違う、うん、まあねやっぱり上手な人にスムーズに、うん、行ってもらわないと、そうママに呼ぶ人です、もうね1回で道を覚えるの、うん、いいですね、だからお客さんにもね指名されるの1回で覚えるから、であともう、まあ、スピードっていうかこう出すところは出して、うん、出していけないところうまいのよ、いいですね、2の人スムーズに、そう N さん、ああいいですね、うん、あのスタートほんと上手です、うん、だからいつも呼ぶんだけど、うん、リピーターが多いからなかなかね捕まんないのよ、人気者は ねそう、やっぱり、うん、やっぱりこう上手い下手ある、ありますよね、うん、で次は次頭に来たこと次頭に来たことなんだろうな、早く進まないといっぱいあるからさそんなありますあるんじゃんなんだろうね、うん、まあ頭にあの来たことっていうか、うんうん、あのねなんだっけな、誰かにね どんな男性男、あ今日あれかな、ポコちゃんがなんかかな、うん、なんかやってて、どんな男性が好きですかっていうの、うん、あの聞かれたの、はい、その時になんて答えたのママ、えもちろん答えたんですよね、答えた答えた、なん器の大きい人って、やっぱそう、私一緒、詳しく、うん、その子はさ若いのよ、そのポコちゃんの新人さんライバーで、うんうん、あの若い人に写真で見てすごい可愛かったの、だからママね、うん、こんな可愛いかと思って、うんうん、あの行ってみたの、ほんと可愛かったの、へえ、男性、うん、女の子、女の子女の子とか話すの、男性の子かと思った、違う、そういう子もね いるけど、うんうん、その子すごくね話もね、こう何
なんていう謙虚で、うん、あの自分をこう美人だと思ってなくて、うん、なんかあのすごい謙虚な女の子だったから、すごいずっと結構仕事しながら いたのね、うんうん、でそこで話しながらさ、うん、器ね、器の大きい人って具体的にどんな人ってほら分かんないのよ、彼女若いから。器の大きい人ってどんな感じですかねって聞かれちゃって、引きずらないとかさ。引きずらない、そう、あなんかこう伝統、あのね、ママはね、うん、だからまああるお客様がいて、はいはい、あの女性って、うん、あのこう追いかけてる男性より追いかけられる男性になった方がいいよって言ったことある。あ、うん、そうですね、うんうん、追いかけてる男性よりね、うんうん、自分に追いかけられるようにした方がいいんじゃない、そっちの方がかっこいい、魅力的、モテるよって、うんうん、本当にそう思わない、思う、うん、追いかけたいもんね、追いかけたくなるんだよ。そういうこと、そう、うん、追いかけてる人にはこう女性ってね魅力感じないんだよね、うん、だからそう、まあ器とはちょっと違うんだけどね、器ってさ、こうなんていうのかな、私とりあえず、うん、こう何でもうんうんって聞いてくれるような、うん、あのそう人かな、怒らないでね、いいよいいよとか言う、うん、いいよとか言ってくれると、そう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 、いいですね、うん、一番いい、ね、100万貸していいよってそんな感じですよ、何でもうんって言ってくれまあそんなんじゃないと思う、そういう人にはね、そんなこと言わないと思うよ、うん、お金じゃなくて、うん、精神的な面でこう満たされちゃうから、うんうん、全然いい、はい、ありがとうございます。どうしたの、クマもありがとうございます。はい、80の地震だった親父は阪神大震災でも起こったかと思うレベルの急ブレーキを頻繁にどっちが下手か、あでもね、年取ると、うん、感覚かな、うん、年取るとほら、うんうん、運動神経も鈍るから、うんうん、あのね、ママも多分若い時よりはブレーキ踏んでると思う。そうですかね、ママね、うん、優しい運転するんですよ、いつも心地いい。いやーでも昔は違ったからさ、こう今はね、そうそんなにこう飛ばさないかったりね、うん、エコドライブでいいじゃん。そうよ、だってさ、ナミちゃんの命もかかってるわけじゃん、ママ、うん、だからゆっくりね、安全運転、あ、縦になっちゃった、ごめんなさい。ん？なんだって？ビートたけしさんが、はい、器の大きさとポコの大きさは比例するから、うん、器の大きさと男性の付き合いたい場合は、うん、まずは股間見ろってラジオに言ってたわって。へー、本当か、いやこの間その話したんだけど、うんうん、だってさ、股間って一番最初に見れないじゃん。そうよ、ほら、うん、例えば ね出会うじゃない、うん、すいません、いきなり見せてくださいって言えないじゃん。ですよね。でしょ、うん、だからさ、それはもうずっとそういう恋愛関係になってからやっとわかるわけじゃん。だからね、あの確認できない、ね、股間はね、うんうん、でも話してるとこの人大きいんだろうなっていう時はありますよね。あー、顔つきとかね、昔さ、鼻が、え、なんだっけ、鼻が大きいと、うん、大きいって言ったじゃないですか。それ嘘だよ、うん、うん、私もそう思うね、うん、うん、絶対嘘。そうです。で、まあね、自信のある人はひけらかさない、うんうん、よね、ないない、え、ちっちゃいよなんて言う人が大きかったりするんだよ。ですよ、大きいよっていう人がちっちゃいんだよ。そうやたら自慢するやつとかちっちゃいと思うよ。そうそう、ね、うん、うん、そういうもんだって、こうひけらかす、ひけらかす、テクをひけらかすとか、とか、うん、ひけらかす人は反対だと思う、うん、全然、うん、女って演技できますからね。そうだよねそうそうそう、騙されちゃってんだよ、その女に違うかもう早くやめてほしいから、そこそうです、うん、いい言ってるだけで、実はいいいい、もうやめてそういうことだと、いろんな意味があるから気をつけてまあ でも男性もあるのかな、分かんない、演技ってあるんじゃないですか。そう、 お互い様だろうね、うんうん、そこのこう境目が分かんないけどね、ゴクンって言っちゃったですよね、うん、どうなんだろうね、それは分かんないな
確かにね、うん、いやでもさ、あの自分のおちんちん取って送ってきた人いるよ。お客さんで。私も見たことあるよそれ。え、同じ人？違うと思う。違う人？私、うん、まさかその携帯で写真を撮って、うん、送ってくるとか、うん、分かんなくて初めてその送ってこられた時に、うん、びっくりして携帯投げたことなるよね、分かる、気持ち分かる、うわーってなってなんだこれと思って、そう、うん、それは分かる。でもあのその人は変態なのよ、うんうんうん、変態さん、変態くんだから、うん、またやってるよって感じ、あ、大きいねって返したけど、うんうん、実際はママどうとか言って送ってきたからさ、うん、あ、大きい大きいって言ったまたお母さんに見られるよってあ、分かっちゃったさあ、それ分かっちゃったよ、そんなことしてるのまたお母さんに見られるよって架空の人物そういうね、あの面白い人もいるんですよ、世の中にはね、うん、います。なんで送ろうと思うのかな。あ、その人はきっとあの普通にふざけて見て見てっていう感じだったと思う、ね、ふざけてるのか、うん、だといいんだけど、分かって、ふざけてなくって、うん、本当にね、真剣、今日はいつもより大きいぞっていう感じで送ったんだと思うよ。なんか送、あ、いつもより大きいからママに送んなきゃっていう感じだと思うやめてそうそうそう、そういう気持ちだったもん元気な時に送ってきた。で、あの会った時にね、こう写真送ってきてもママ消しちゃうからね、あれ送んなくていいよって言ったら、うんうん、はーいだってかわいいそんな感じもうね、やめましょうね、写真で送るの本当にびっくりするから、うん、びっくりするからね、うんうん、あんまりギャーって言ったから、なんか周りの女の子がどうしたのみたいになって、うん、あ、それ職場で見たの。そうです、いや、それはまずいよね。で、こうでこうでって前勤めてたとこだったんだけど、うんうん、その姉さんが、うん、こういうのやめてみたいな、かばってくれて、うん、そうだよね、どうやら変態だったらしいです。あ、そうか。山もね、あの心臓のあのなんか オペした時に、オペしたのかな、あの、まあ、カテーテルアブレーションってやったんだけど、はい、そういう時心電図を撮るじゃない、はいはい、でそういう時に、うん、こんな状況って撮って、あの彼氏に送ったんで昔ね、うん、送った時に、うん、え、この画像って、うん、あ、もう全部出てるから、うんうん、なんか残っちゃうんじゃないかと思って、ほら Google に、あ、なんていうのかな、自然保存、うんうんうん、永久的にされるやつあるじゃない、うんうん、あんなのこうなんか外部の人は見られるんで、うん、たりするんでしょ、うんうん、あ、消しとこうと思ってさ、元をそうですよね、うん、消したんだけどさ、まあ大したことないよ、だ上半身だから、まあ誰にこう見られてもねいいけどさ、大丈夫ですよ、いつも恥ずかしい体なんで私たちもうそうだね、見せられる、あ、でも何ちゃん様、いやー、ほんと見せられる体じゃないからね、なんかこう胸って垂れるし、たわむじゃないですか、うん、たわむが一番ね、たわむってどんな感じなの、なんかこう垂れる、たわむみたいな、なんかこうしぼしぼ、なんていうの、いっぱい広がって、ひとみばあさん、ひとみばあさんまではいかないんですけど、そんなもともと大きくないから、まあ筋肉が落ちちゃうね、衰えていくんだよね、頑張ってもここが昔ハト胸だから垂れないよって、うん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 、でもどんどんこう位置がこう、はい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 、そうなんだよね、こっから出てたのがこの辺からになってみたいな、うんうんうん、そのうちこうたわんで、なるほどねこう広がっちゃうじゃないけどね、そうそうそう、うん、なってくるよね、でもそれがいいっていう人もいたけどね、寄せ集めんのかな、こうやってなんかね、綺麗すぎて作られたなんかあれで嫌だって、あの、やっぱ年は年なりにそういう風になった方がいいっていう人の方が多かったよ、そうなんですね、うんうん、
募集中、そういう人それそういった募集中。でも運動しなきゃダメなんだよ、だって綺麗な人は綺麗だもん。いつまでもね、こうカップをさ、うん、こう保ってたいですよね、やっぱ、うん、なんか鐘の音がしたけど、わか鐘には弱いですね、ママね。何にそれ。鐘って、金に弱い。あ、そっちの鐘やだ鐘には弱い。いやー、鐘、こっちの鐘だよ、なんか。あまり鐘鐘言ってもね、うん、いいことないし。あれ、火の用心っていうような鐘だったけど。あ、そっちの鐘です。わかんないけど。そうなんです、ね。昔いたでしょ、火の用心パンパンって。知らない？わかんない。あ、ナミちゃんの時代なかったのかな。あ、でも知ってますよ。ママの時代はまだ回ってたよね。あの子、なんだっけ、うん、こんなハッピーみたいな、そうそうそう、来てね、来てる人、うん、ひけしさん、昔のね、うん、そういう人は回ってたんだよね、実際に。うん、江戸時代ぐらいから。何歳なんですか今。なんか昔の人がさ、入れ墨したのもそういう意味なんでしょ。え、あのよく火消しさんとかがとか漁師さんが入れ墨をしてるじゃない、うん、だからあの焼けてもこう模様でわかるみたいな。え、どういうこと。あのなんていうのかな、やけど、あの、あ、違うか、うん、あの事故にあってもさ、まあ火、まあ、あ、でも焼けちゃったらわかんないか。そっかそっか、うん、でもほら船乗りさんとかはこう、うん、ね、溺れちゃってこう亡くなってもさ、俺ですよっていうこと、俺ですよ、そういうことですね。そう、あ、びっくりびっくり。高子命って書いてある。マジでカモみたいな。昔やってる人いなかった、なんか鉛筆かなんかでねえ、高子など何それなど、エトセトラみたいな、などみたいな感じですかね。うん、ねえ、そうだよ。まあ消す人が今はね増えてるんだよね。うん、ね、なんでその話になっちゃったかよくわかんない。わかんない。どんどん展開していくからさ、どの話からなったんだっけ。ええー、あ、そう、器が大きいからだよ。器が、この話に、あ、そうそうそう、ね、器の大きさ。うん。うんですよ。そうだね。どう言ったらいいのか分かんないよね。まあ器って何ですかって言われちゃったらね。そう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 。うんうん、まあその若い子にはいろいろ。うん、であとね、あのその女の子がね、韓国人が好きなんだって。へー。でハマってて、うん、まあうちのほら会社にもいるんだよって話したら、うん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 、性欲が世界で一番強いって本当ですかって、韓国の人がね。そうなんだ。でもそんなことないと思う、うんうん、ね、あの西洋人のほら南米の人なんかもっと強いんじゃないの。南米はとちょっとまだ経験がないもんで。なんかさ、イタリア人とかさ、なんか、あ、イタリアの人はあのイタリアの子お友達いるから強いって言ってた。へ、うん、あのね、毎日やらないといけない。毎日、うん、毎日、しかも朝昼晩ってするんだって。お昼ってだいたい職場から帰れるんだって、はいはいはい、お家で食事するんだって、うん、昼休みが長いからね、うん、だから朝昼晩ってやるんだって。それでちょっとでもできなかったら浮気したでしょってなるんだって。あー、最近ね、イタリアじゃないけど今更なんだけど、うん、デスパレートの妻たちを見てて、お、懐かしいね。懐かしいでしょ、うんうん、でもハマっちゃって、うん、毎日見てるんですよ。あれはすごいよね、面白いよね。必ずそのシーンが、はいはい、出てくるね、うん、そんなにすんのっていうぐらい。でやっぱりするって言った日とかできない日、うん、とか怒るのね、うん、そうなんだって。日本ってそれないじゃないですか。ないじゃん、うん、今日やるって言ったのに、うん、仕事が入っちゃってミーティングが入っちゃってみたいな、うん、世界が違う。そうなんだよね。こう考え方も全然違うしさ、その全然違うよ。違う。
で嫌なことあ、あったりとか、毎日それ見てるからやっぱイライラしたりね、職場でもなんかもうこのハゲをねやろうとか。これだからこれ。あ、すいません。それで何？終わっててもそれ見るとなんかなんで悩んでたんだろうとか。なるほどね。やっぱり違うよね。だから展開はこういうふうに考えればいいのかとか。まあね、そうなんだよね。だからさ、こう、なんていう、ママたちのクラブがない、向こうにはないのよ。なんていうのかね。だからホームパーティーとか飲みたいんだったら、バーとかまでしかないってそう言ってただかな。そうだ、だからなかなかこういう不倫とかさ、そういうちょっと気軽にみたいなのが向こうは絶対ないわけじゃない。ね、心のほら不倫とかもあるじゃない、体じゃなくてね。そういうのもできないと、息詰まっちゃうんじゃないかと思うよ、男性の人は。そうですよね。ずっとで一緒じゃん。そんな朝昼晩ってさ、朝なんかさ急いでるのにさ、中なんてさ、中だよ中。それは嫌。朝から千葉。愛してる中ってやっていかないとダメなんだって。そうなんだよ。いや、それからちょっとなんか、いや、みたいな。でも、まあイタリアのことね、私なんかもう会ったら必ずこうやってやるの。あ、それはね、わかる、愛情表現そう。の。で、聞いたのね、例えば嫌な女性、なんていうのかな、嫌な男性にもするのって。絶対嫌な人いるじゃん。いますよね。で、それはね、するっていうわけ。でもまあへえ。ここだからね、本当に親しいとね、口でするんだって、チュって。表現が。それはね、キスじゃないんだってね。文化が違うよね、本当にね。イタリア人の性欲。はい。思い出しましたが、今夜23時に庭の木を配信しますが、あ、私たちのもう一つの番組ですね。です。ここでもママのエロ特撮。なんで？なんだろわかんう。エロな。トーク聞きたいです1ね。年前のツーショットトークです。ダイジェスト。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いしおま願す。いします。くまモンさんがね、編集してくれてるんです。忙しい中1ね、ありがとう。年前にエロトーク炸裂したことありましたっけ？わかんない。でも、まあ普通にエロトークしてるいかつら。もエロトークなんで、でも見なきゃわかんないですもんね。見てください。まあ一番ね、害がないといえば害がないじゃないですか。ですよ。で、エロトークしないと枯れてっちゃうから、まあ、なんかね、産婦人科の先生に言われてるから、こう芸能人でも誰でもいいから、こう好きっていう人を作ってホルモンを活性化してくださいと。おおおおおじゃいいでないすとおじね。さんだかおばさんだか分かんなくなっちゃうよ。言われました。そう、今もだってさっきまでね、こう番組始まる前ね、こうまた開いてたもおじさんです。ん。おっさん、おっさん。あーとか言ってね。そう、まあでも現場出てるとそうなっちゃうんだよね。マジですか？みんな男みたいになってるもん。ではね、わかる、それは。この間本当にプッておならしちゃったんです。まあそれはしょうが自ないん然だけに。ど、自然に。いや、それはね、違うんだよ。力を入れる時に出ちゃったの。それはしょうがないじゃん。ちょっといいですか、ケツ締めて。ちょっとケもうツっ閉て言っちゃまんったなけくど、なっちゃケっツた。疲締めれに疲てれて、緩んじゃって。もう最終的なところで、一緒にいた。ごめんっつったら、女なのって言われ締めて立ち上がりましょう。 とりあえず。ごめんねっつって。ねえ、困っちゃうよね。緩くなるらしいですよ、ちゃんと。でも可愛いプラとか言うじゃん。いいじゃない。ブリブリとかじゃないからさ、それはプー嫌でだすから。よ。深刻なやつじゃないって、どこまで許せます？一緒にいて。から。何、おなら？いやー、なんか身が出そうなやつはちょっと許せないよね。
あとなんていうの、匂いがすごいのときかね。ついね。しかも車内でやりやがってみたいなね。黙ってる人許せないですよね。絶対お前だろって分かってんのに黙ってるやつ。悪口になっちゃったけど。すいません。こんばんは、間に合った。あれ、島ノ井さんが、私ね今日島ノ井さんの招待いただいて、はい、でポコチャをやったらもう終わってたの配信。うわ、見たい。それで、あのその美人さんにたどり着いたんだけど、ね、先ほどのポコチャのフォローしちゃって思わずね。うわ、ポコチャやりますでしょ、うん、ちゃんと見ます。間に合った。はい、先日は2度目のゲストに呼んでいただきありがとうございました。ありがとうございました。お会いできなくて残念で、ね、ありがとうございます。何でしたっけ、コロナの時ですかね。はい、どこまで。で、お二人とも体調管理には気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、あ、来月からまた新番組スタートしますが、ママの背中の後押しのおかげで2時間番組を決意しました。すごーい。そう、ママがね、そう、島根さんにやっぱお話が上手だからもったいないですよって、うん、うん、ぜひこれね、すごい、やってくださいって。よかったです。はい、ありがとうございます。そして島根さんに1週間に1回にしましょうよ。もったいないですよ。来月から、でも1月から名古屋の方でも番組スタート予定です。おめでとうございます。ね、よかったです。じゃあこれから寒くなるので、はい、お二人とも体調管理に気をつけてください。ありがとうございます。じゃあね、その時もまた番組見させていただいて。島根さんのすごいところは、はい、うん、楽屋で喋ってる時と本番になると急にね、いやーでもね、やっぱプロだよね。ママたち一緒じゃこんな感じなんですけど、いやーすごいよね、ガラッと変わっちゃった、ね、変わっちゃって、やっぱのプロですね。スイッチがね、うん、入るんだよ。すごいよね。すごい素敵。教えてください、うん、本当だよね。いつもスイッチ入った状態、はい。来る前でも飲んで飲んじゃってるんで、で車の中でね、あのだいたい車の中で悪口言いたい放題を喋ってきて、はい、ここで喋ることがなくなるっていうパターンが多いんだよね。そうなんです。無言だったらいいのかな、うん、こう車の中で。ああ、そうかもしれない。ね、なんかね、ゲストさんとかと一緒に来る時もみんな聞いちゃうから。そうなんですよ。なんかここに来てね、話すことなくなっちゃったりするんだよね。一応ね、こうやって話そうだよ、こうやって。こうねって聞くんですけど、うん、聞いちゃってるからあれみたいな。すいません。困るよね。だそこが素人なんだろうね、やっぱり。描いたようにいかなくて、いかないかな。まあでもこれはこれでいいんじゃないの。これね、今日はこれ言い放題だ、言い放題みたいなんですけど、言い放題だよって言うと言えなくなっちゃうみたいな。だから逆にね、さすが素人ですねとか、ね、そうだよね。そうなんだよね。いっぱいあるんだけどさ、うん、誰か分かっちゃうもんね、うんうん、さっきね、うん、いっぱいあるから早くしようよって言って、いっぱいよく考えたらね、うん、いやこれ言ったらね、バレちゃうじゃないけど、うん、悪口ではないんだよね、うん、こうしてもらいたいっていう願いなんだよね、私たちのさ。じゃあぜひそれを、やっぱりさ、みんなお客さんにはさ、いい男になってほしいじゃん。そうですね、うん、で、うん、やっぱりママたち、うんができることならって、なんていうのかな、そりゃなんていうの、すごい男性に合ってるわけじゃん、ママ、まあ、なみちゃんもそうだけどさ、いえいえ、私なんか昔からね、いえいえいえ、だからね、こう、まあ、ママはさ、銀座に行って面白い体験いっぱいしたからさ、そういうのをこう、うん、なんていうの、私にはできないから、そういうのをこうできる人にやってもらいたいよね、と思うさ、ことがいっぱいある。面白い体験といえば、面白い体験あるんだよ、ママ。なんかね、銀座のさ、あ、これ話したんじゃないの、なんか中東の王様が来るって話。え、なんか聞いたことあるけど、なんか多分忘れてる。半年前ぐらいに SP さんが来て、はいはい、あの
中東のね、うん、でいろいろ銀座のクラブを回って、うんうん、セキュリティの面で、うん、で、うん、ママが勤めたところが選ばれた、うん、で1日貸し切りだったのね、うん、銀座のクラブ貸し切るって相当ですよね、うん、でそれはね高島屋かな三越かな、うん、どっちかのね、うん、覚えてない、外商さんの話して外商さんが連れてきたのかな、うん、うん、でさ、なぜか高子あんた行っといでってわけね。へー、ママに呼ばれてさ、うん、あんたさ1日100万だったら行くって言ったの、はいはい、うん、え、行くって何ですかって、うん、一晩行くかって、うんうん、あ、これ第二の、うん、なんだっけなんだっけ、大事なとこ忘れてるよね。そう第二の何よ、なんだっけあの人、ほら芸能人でフィリピンの大統領と結婚した、なんだっけ、デビさんじゃない、デビさん、デビさん、デビさん、第二のデビ夫人になるかなと思っていいですよって、うんうん、言ったんだけどさ、断られたの。ちゃんとお席に着かせてもらったのね、うん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 、でみんな白いさ、本当に向こうの民族衣装で来たの。へ、なんかこうなんていうの、こういう帽子なんていうの、うん、箱みたいな、丸い箱みたいな帽子ポーンってこうあれしてさ、で来たんだけどさ、でママ横に座って、もう一人二人ぐらい横に座ったの、はい、でだから断られてさ、それでママにさ、あ、なんかダメだったみたいですって言われて、うん、ママなんで私選んだんですかって言ったら、あ、この中で一番体重があったからって、その人は、うん、その国はね、うん、国っていうかその人の部落か分かんないですけど、うん、太った人が、そうなの、うん、なんていうのかな、服を与えるっていうのかな、そういう名刺にね、太った人がね大人気なんだって、その国に。ママちゃん痩せすぎた、あ、痩せすぎだった、マジですか、うん、じゃあ今だったら、今だったらいいかも、バッチリグーだよ今で、その人がたちね、バッチリグって何だろう、なんか久々に聞いたなさそのさ、クラブを、はい、クラブ行ったでしょ、でその後に熱海に行ったんだよね、うん、で熱海に行ったらしいのね、うん、そこで彼女を見つけた、その人がふくよかな方だったのかな、うん、じゃあ それでね、うん、その一緒に来た人がまた来てくれた時に写真見せてもらったの、うん、すごい太った人だった、って、うん、マジかと思って、すごいね、すごいよね、まあ、そういう面白い経験もした。なんで今役に立たないんだろうママダメじゃないですか。なんかね、デパートがね、そういう人たちデパートが終わった後に買い物するらしいの、うん、そうなの、うん、それで貸し切りですね、うん、貸し切りやっぱり、うん、でなんか買い方もね、こっからここまでとかなんだって、全部くださいってやつですかね、うん、で、なんていうの、宝石とかもさ、うんうん、普段出てないようなのを買っていくみたいよ、奥にあるんだって、へ、すごいのが見たことないですね、私たちには、もうなんか、うん、縁のない世界だよね、そうですよ、うん、すいません滝沢さん、今日は お店はお休みですかってLINE 来た、休みです定休日あれこれ言ったかった、これクマも、ね、読もうと思ったら、うん、お客さんがね、LINE 今日や定休日って何回も言ってんですけどね、月曜日はお休み、うん、本当に、まあ、もう一回メールしといてください、くまモンさん、親父の火が激しすぎてブーという火ではなくバーンという爆発音のような音で近所中の柴犬が吠え出したことあります。そんな親父と婚姻関係続けている母親がすごいと思ってる。今日この頃です。いや、お尻の穴破けちゃったんじゃないの痛かっただろうねきっと避けちゃったんじゃないのそうですよ、もう避けたって時もあるんじゃないのなめちゃんが一生懸命、いや前から言ってるんですけどね、うん、でも月曜日休みのところって多くなったんだよ。あ、そうなんですよ、うん、千葉のお店でもね、ママたちの知り合いにもね、月曜日休みにしたわとかね、結構多くなってきました、うん、コロナからね、うん、はい、やっぱり出る人が少なくなっちゃって、うん、ありがたいですよね。でもね、見てください、言ってます、お疲れ様です、今日はラジオですよ、うん、
生放送で滝さんに LINE してます。ああ、喜んだりしてほら、アーカイブ残るっていうかね、2週間後に言ったでしょ、うん、言ったでしょ可愛い方なんですよ、この人ね。すごいね、ごい、あのお茶目でねえ、すごくね、あのね、ママがね、初めてお会いした時ね、このタッキーさんね、うん、あのね、ねバイクじゃないの、三輪車、なんていうのかな、車なの、バギーかな、でっかい、バギーじゃないんだよね、でっかいやつだよね、なんていうのかな、大型免許、そう、あ、じゃあ普通免許で乗れるんだ、あのヘルメットなくてもいい、大丈夫、そう、写真今探すのあれだけど、すごいの、あの駐車場に行った時に、あのちゃんと駐車場に止めてある、でっかいから、バイクね、いろんな車に乗ってきますね、すごい人なのよね、まあ趣味が、はい、車が大好き、うん、なんか写真で、うん、すごいクラシックカーみたいなのをいただい、あの見せてもらった時に、うん、何ですかって、なんでこれ買ったんですか、うん、って言ったら、子供が欲しいって言ったからすぐ買ういいなぁ、器大きいなぁ、あー、そう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 、こんな感じのね、平気で、ほんと大きいの乗ってきます。でもこれ、ま、スピード出して曲がるとき大変だと思うな、まあまあほらバイク乗ってたから。そんなに出ます、スピード、そんな出ないの。いや出ると思うよ、だって結構出ます、うん、ただ曲がるとき大変だと思うんだよな。そうですよね、一番ちょっと感覚が、三輪車だからさ、ね、転んだら大変な、うん、そうそう、このね、こっち、これに一番近いかな。あ、シアナさん、そうですよね、ありがとうございます。デヴィ夫人はフィリピンじゃなくてインドネシアですよね。あ、そうか、そうですよ、ね、ごめんね、間違えた、すいません、間違えた、もうすべて忘れてるからさ、さすが、シアナさん、そう、まあ、デヴィ夫人みたいになりたかったな、選ばれて、第8夫人でもいいからその時太ってりゃさ今は大丈夫じゃないですか、今はおば、ね、いやでもこれより、うん、ママより太ってた、その人もっと太ってた、本当にってびっくりしたもん。そんなふくよかな方がいいんですね。いいんだって、その国ではね、うん、ハワイもそうなんだっけ、うん、なんか言わ、うんうん、言わ、ママ言われたこと、大きい人が多い、行こうかな、もう永住向こうでモテモテ会いに行ったら、なんかこんななってどうしようかな座りなそこにとか言まあでもね、健康が大事だから、ちょっと痩せないといけないですよね。そうですよ、本当に膝痛いとか言ってますからじゃない、うん、もうね、清掃の仕事ができない、あのなんていうの、ガラス清掃でね、上から下までこう学校とかね、こう清掃するときに途中で止まるの、はい、それでボキッて言ってまたこう、ボキッてどこが言うんですか、膝で座る方が簡単に座れるんだけど、立つのが大変。うん、ちょっと分かんないけど、どうかこう持たないと分かんないけど大変、もうや、ちょっと頑張る、スクワット、はい、頑張ってください、うん、お尻のね、肉も落ちてきたしね、何回もこう、何回も拭いてください何回もやればいいやる地獄だから本当にまあそのためにもちょっと頑張りますね。大変でも辛いの分かります。私加圧トレーニングで、うん、あの加圧ってほら圧かけて、うん、スクワットやる、ああなるほどね、ももに、うんうん、ももをね、こうベルトでこう、うんうん、縛って圧かけてやるんだけど、縛ると本当ね、あのちょっとのこういうやつでも重いんですよ。それでスクワットやるんで、だいたい10回で疲れる、あ、うん、のをそうだよね、騙しながら。でもね、ベリーダンスもね、あの重要視はあの膝なんですよ、膝の使い方だから、今多分ベリーダンス踊れない、まあ、みんなそうなのかな、うん、なんかフラもそうですね、ちゃんとね、フラダンスもそう、あの中腰だからね、そうなんです、うん、あれ腰をね振ってると思ってたんですよ、うん、膝なのよ、ちゃんとステップを踏んで腰がついてくるんですって、初めて知りました、それ、膝が重要なんですよ、はい、まあ、とにかくダンスは、はい、うん、じゃあ痩せましょうね太ってる場合じゃないです
どこまで布団だよみたいな感じでね、前よく食べるから、ね、もう異国の人に気になれなくたっていいんですよ今は。健康だけをね、芋羊羹食べちゃったし。でも芋羊羹なんかまだいいでしょ。だいたいそうやって言い訳するんでしょ。これだからいいでしょ、これだからいいでしょ。ね、変な汗出てきちゃった。もう全部ダメ。ダメね、わかりました。あとラーメンやめましょう。あね、昼間ね、はい、うん、それはね、ラーメン好きじゃないからね、やめれるんですけど、一人でちょっとおにぎりでも。そうです、おにぎりがね。ね、やめましょう。はいはいはい、だってちょっとうまくいかなかったな、これ。そうですね、ちょっとね、やっぱりね、こう言いたいことをこうまとめておかなきゃダメだね。話題3つぐらい。そうだね、じゃあ今度から。はい。もうね、来週はちょっとやりたいこと決まってるんだよね。昔の写真が出てきたからね。そうなんです、それもあるので、はい、ちょっとこうまたこれをこう考えながら、はい、そうですね、じゃあ来週も頑張りましょう。はい、はい、今日はありがとうございました。早かった。また来週もお願いします。見てね。デヴィ夫人が出てこなかったもんな。そうなん